の世界でした、本当にたくさんのグループが九州から巣立っていきましたんですけどもね、考えてみると必ずしも仲間内でアマチュアでみんながやってる時は大いに応援してても、彼らが一旦プロになると福岡の音楽ファンは味に冷たい冷淡っていうか非常にシビアなところがあると言われております。それは何なんだろうと考えてみたんですけども、それはやはり九州人独特の何て言うんでしょうか、照れと言いましょうか、恥ずかしさと言いましょうか、スターになった人へ直接気軽に声をかけることを躊躇してしまう。それともう一つはそうですね、今まで身内でやってたもんだから身内のものに対する謙遜と言いましょうかね、そういう複雑なものもあるんじゃないかと思うんです。でもそんな時代はもう終わったと思います。これからは本当に心を打ついい音楽をやってくれるみんなには胸を張って堂々と九州が生んだ九州のミュージシャンなんだということをですね、応援していく時代ではないかと思います。それが九州音楽時代の狙いでもあるわけです。九州ニューミュージックフェスティバル、今日をそのスタートの日にぜひ皆さんの手でですねやっていただきたい。そして、フォーク、ロック、ニューミュージック、そのジャンルを問わずにですね大いに盛り上げる日にしていただきたいと思います。今日は降雪、それから海援隊、そしてまた陽水と九州が生んだ3人のビッグアーティストを迎えたわけです。宮殿記念体育館、ここでこのまま終わってしまうのもとっても寂しい。みんなでもう一度ゲストを呼びましょう。手拍子をどうぞ。どうもありがとう。本当にね皆さんこういう感じでねコンサートをステージ組めたっていうのもねとっても初めてのことだろうし嬉しいんですよね。コンサート終わってみて高瀬さんいかがでしたか？そうですね、うん、最初に言いましたけれども、うん、20年後がどういう姿でこの3人がまた登場することができるか嬉しいですね。それ考えると50周年ですね。50周年、今度は50周年ですね。楽しみですね。陽水さんどうでした？話を聞いてない。本当にこういう珍しいというかこういう並んでねことなんて珍しいですよね。本当に愉快です。哲也さんはもう本当にね私ね改めて確認しました。九州はバラエティに飛んでるんですね。もう喋ることしか考えないシンガー、そしてそのバランスを考えるシンガー、そして一言しか口聞かずに歌に専念するシンガー。一つの地方で一つのローカルで一つのアイランドで島でこれほど人間が多様化してる、これはアメリカにもなかったことじゃないですか。哲也しかし、はい、あれですか、今日はコンサートに来たわけですか？いやあなたはでも観光で来たじゃないですか。観光で観光でじゃなかった。観光じゃないですけど、ね、そうですか。でもやっぱ観光ぐらい楽しかったですね。やっぱり高瀬さんという風景を見たしね、それからやっぱり井上陽水というね山を見たような、それから松陽というねなんかやっぱり川ですよ。そして、ね、谷村新司、うん、あれは風です、はい、終わったらすぐ帰りました。しきりに受け具合を気にしながら、あんなもんでよかった、お客喜んでたみたいね。本当に計算高い男ですね。でもね皆さん思いません？本当哲也もそう、高瀬もそう、陽水もそう、それぞれ独自の自分の世界っていうのをね持ってると思いますね。これをこれからもねどんどん伸ばしていってほしいんだな。応援続けましょうね。ありがとうございます。よっしゃー。
から言ってんだけども、めったにないこの機会だから、このままお話だけで帰るのも寂しいから、なんか会場の皆さんとも一緒になって歌えるような、なんかそういう歌をね、できないかしら。あのね、もう絶対やりたいね。みんなもあの一緒にね、あの陽水の歌でさ、夢の中へっていう歌。夢の中、いい？じゃあ、哲也の、ワン、ツー、スリー、音頭で。ました。指揮、武田哲也、はい。ちょっと難しいですけど、大丈夫かな、バックの諸君は。ね。大丈夫ですか、音楽性豊かな武田ですよ。よろしく。じゃあ、行きますよ、ドラムの方。ワン、ツー。終わります。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。